ブリエだ。人間界に追放する。お前は友を苦しめ悲しみを生み、それを嘲笑った三度もだ。ちょっとしたいたずらじゃん。ちょっと羽焼いちゃったり抜いちゃったりだよ。いいか、天界に戻ってきたければ良い行いを百個してこい。というわけで、私は昨日から人間になりました。あら、鈴木さん、引っ越してきたばかりなのにゴミ捨て場の掃除？偉いわ。ありがとうね。いえいえ、天使は掃除好きなんで。天使？他お手伝いできることあったら何でも言ってくださいね。この鈴木ガブ子に何でもお任せください。良いこと100個目指し中なんで。はいよ。さてどれどれ。掃除で1ポイント、ありがとうで2ポイント。いい感じ。これならすぐ100いきそう。楽勝かも。うわ、なんて姑息な稼ぎ方。大天使様が聞いたらなんておっしゃるか。天使のやることじゃないね。うるさいな。やり方は指定されてないもん。っていうか、なんでここにいるの？言えるか。猫なんかなって。なんかって言うな。僕は君が悪行を働かないか見張ってんの。悪いことはもうしないって。信用できないな。何その顔。いや、それがね。あ、鈴木さん。彼は隣の部屋のマルファスさん。外国出身で留学生らしい。マルファスさん、キャー。今朝みかんドアノブに引っ掛けてくれた。ありがとう。あれ美味しかったよ。いえいえ、買いすぎちゃって。お礼と言ってはなんだけど、作りすぎちゃった肉じゃがもらってくれる？え、いいんですか？嬉しい。あとでお鍋持って俺の部屋まで来てよ。すぐにお伺いします。かっこいい。そして見かけに似合わず家庭的な底が素敵。肉じゃがなんてまるで日本人。そうか？私決めたの。ここにいる間はあの人のお手伝いをするって。そしてあの人の心も射止めてみせるわ。もう良いことしかしない。呆れた。やっぱり邪神じゃないか。何しに来たか分かってる？マルファスさん、肉じゃがいただきに参りました。鍋でか。いらっしゃい鈴木さん、どうぞ上がって。お邪魔します。わーい。あ、猫。かわいいね。名前はなんていうの？あ、その子はイベルカって言うんです。へえ、イベルカ。天使みたいな名前だね。肉じゃが美味しそう。いっぱいある。あ、そうなんだよ。僕料理が趣味なんだけど、いつも多く作っちゃうんだよね。うん、はい、できましたよ、マルファさん。ついでにごめんね。助かったよ。ありがとう。いえいえ、そんな。このくらい。肉じゃがのお礼です。これでポイントゲット。そして彼の好感度もアップ。って、あれ？鈴木さんって可愛いよね。え？そんな嬉しいです。やだ、どうしよう。俺と結婚しない？決め手が早い。手先も器用で、笑顔も素敵で。そういうお嫁さん
欲しかったんだ。イエスって言って俺を受け入れて。マルカさん。ガブリエラから離れろ。イメルカ、やっぱりこいつ人間じゃないよ、悪魔だ。聖水、クソ、お前らやはり天使か。ガブリエラを騙して魂を取ろうとしたな。違う、俺はただ受け入れてほしいだけなんだ。はあ？俺は人間になりたいんだ。で、そのためにはこの世界の生き物に受け入れられる必要があると。ああ、美しい感情を持つ人間に憧れてしまって、特に日本人のワニね。珍しい悪魔もいたもんだな。ますます素敵。いいじゃない、私はオス。キャキャじゃないよ。あのね、ガブリエラ、そうなると問題は君だよ。ん？知ってると思うけど、悪魔と関わることは天使界のご法度、一番重い罪だ。騙されていたとはいえ、このままだと君は堕天使になってしまうよ。あのさ、俺実は鈴木さんに惚れたのは本当なんだ。え？マジ？でもこのままの身分じゃ俺たちは結ばれない。それで考えたんだけど、俺が悪魔じゃなければいい、つまり早く人間になれば全てが解決する。それだ。こうなったら早く誰かに認めてもらわないと、堕天使になる前に。っていうか、そのお手伝いで稼いだポイントは人間になった時に全部良いポイントになるのでは。一気に100ポイントいくんじゃ。すごいよ鈴木さん。マジか。俺も早く人間になれるように頑張るから。そうなる、そんならすぐになれると思うな。そうかな。ありがとう。もし結婚式あげるなら。背景、大天使様、私たくさん良いことして帰ります。でももしかしたら帰らないかもしれません。はあ、反省をしろ、反省を。